あ,あ今日も来たんだ付き合ってるからねって <laughs> よくもそんな調子のいいことが言えたねそこ座って話がある違う星座別に怒ってないただ大事な話があるだけだから星座崩さないで あんまりイライラさせないでだから怒ってないからねえこれ心当たりあるよね首振っても無駄だよだってこれ君のパソコンの画面だもん一見何の変哲もないドキュメントの中猫画像をまとめたファイルに紛れ込ませてるなんてね <laughs> 無駄だよ 16桁のパスワードとか簡単に突破できるそれでさもう一回聞くけどこれ何ふーんまだ首振るんだまあ別にどうでもいいんだけどねナースにメイドにあとは <laughs> マニアックへえ やるもの多いんだね。愛嬌が良くて明るい女の子か引きこもりでぺったんこでずーっと喋らない私とはなんだか正反対だねいいよ君がどんな女の子を好きだろうと私には関係ないだから別に怒ってなんてないうんー謝るってことは 自分が悪いって認めてるってことだよねじゃあさ君が本当に悪いと思ってるなら一つだけお願い聞いてもらえるそっか何でもか何でも言うこと聞くんだ大丈夫そんな難しいことは頼まないよじゃあ お願い言うよ私とずっと一緒にいてどうしたの目を丸くして別に難しくないって言ったでしょどうする返事はイエスそれともノーは <laughs> はいはい分かった分かったそんな必死にならないでよそっか 私とずっと一緒にいてくれるんだ源氏取ったよどういう意味ってそのままの意味だよ別に不思議なことなんてないと思うけどじゃあまずこのファイルのデータ消すねだって私と一緒にいるならこんな画像ファイル持ってても意味ないもんね安心してバックアップファイルも復元できないようにきっちり抹消するから あとは、大学か。え行かなくていいでしょ。私と一緒にいるんだもん。私が株取引で儲けてるの知ってるでしょ君が一生働いても稼げないようなお金、動かしてるの。だから心配はいらない。はい。退学届受理してもらった。あとは、 家族とも連絡取れた。お母様そんなヘタレ息子でいいならいくらでも差し上げますだってお母様とは LINE 交換してたけどやっぱりいい人だねん <laughs> うんうん万が一の時のためにコツコツ外折り埋めてたの役に立ったみたいでよかった君の荷物は今夜中に送るってベッドの下に隠してあった雑誌も処分してくれるみたい 手際が良くて助かるねん言ったじゃんずっと私のそばにいてくれるって現地も撮ってるけど録音聞くま君は私を本気にさせちゃった責任があったからね責任は取らせる気だったし逃がしてあげる気なんて告白したあの日からなかったけど まあ、君のやることは変わらないよ。ん、ゃあ。こうやって、私を寄りかからせてくれればいいの。ゲームやってるときとか、パソコンしてるときとか、あと、グダグダ話したいときとか。あ、そうそう、クッション。君の体あったかいし、ちょっと硬いし。 落ち着く匂いがしてやっぱり好きあとは掃除とか洗濯とかやってくれると嬉しいな私君の作るご飯大好きなんだそんな難しい話じゃないでしょ私の紐に永久就職そんなとこあとはさ 少しごめんねって話君優しいから私に手を出すの我慢してたんでしょ私はね別にいいんだよ君のこと好きだしただちゃんとステップを踏んでいきたいなって話あんまり最初からすごいことするとハマっちゃうから君養えなくなっちゃう だからね唇合わせるだけこういうキスからちょっとずつ鳴らしていこう。